マミ翔ショータロは日本の男性タレント、俳優。所属事務所はトライストーンエンターテイメント。小学生の頃から映画に親しみ、映画に携わる仕事をしたいと思っていた。好きな映画としてよく挙げるのは鈴木清潤監督、チゴイネル・ワイゼント・レオスカラックス監督、ホーリー・モーターズ。趣味はギターと映画鑑賞、音楽鑑賞。 靴のサイズは28センチメートル。幼い頃から、阪神タイガースファンであり、自身も小学校1年生から中学校3年生まで、野球をしており、投手を務めていた。2019年7月23日に、甲子園球場で開催された、阪神タイガース対横浜 DNA ベイスターズ、1000のファーストピッチセレモニーに登板。 当時プロ野球始球式での芸能人最速時速1 3 9キロメートルを記録した。なお、憧れの選手は金本智明で、今でも家にフィギュアを置いている。2018年の NHK 連続テレビ小説、半分、青い。で朝ドラ初出演となったが、オファーを受けた際の感想を聞かれると、僕の顔は朝向きではないと思っていたのでびっくりした。 朝から見ると胃もたれすると、自虐的なコメントを口にしつつ、自身もファンである北川恵リ子脚本作品への意気込みを語った。2019年11月、プライベートで雨の日に転倒し、左足を骨折して全治1ヶ月の怪我を負う。同月15日に行われた主演映画、殺さない彼と死なない彼女の初日舞台挨拶には松葉杖姿で登場した。 2020年、第29回映画評論家大賞主演団優勝、殺さない彼と死なない彼女、ありがとうございます。